こんにちは、ハピバニチャンネルの佐藤しのです。私です。今日は久しぶりにハピバニ家の5日間のおやつを公開していきたいと思います。イエーイ。ということで今日は1日目、今日はなんとスイートポテトです。イエーイ。はい、見てください、このスイートポテト。はい、ようやくね、私ずっとママに作ってって言ってたんですけど、ようやく作ってもらえて、今日のおやつです。コロ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 、今めっちゃゴシッてやる。今日は芋が大好きなので昆虫です。食べようとしてますね。ダメです。はい、こんな感じです。もうママのスイートポテトが世界一美味しいんですよ、ね、ほんと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 。ねえ、冷たい。誰の足？私の足。ということで今日はスイートポテトがおやつです。美味しそう。美味しそう。いただきます。いただきます。では、さあ、いただきます。いただきます。めっちゃ美味しい。甘い、ほのかに甘くてめちゃくちゃ美味しいです。すごく昨日の好みの大好きな味で、すごいママのスイートポテトが大好きなんですよ。なんかさ、手作りのおやつとかってめっちゃ美味しいよね。うん、ほかほかと、うん、焼きたてだからほかほか。ちょっとチョコブラウニーとか作ってほしいです。麦茶に合う。リクエストします。麦茶に合います。美味しいです。なんかさ、お店で売ってるスイートポテトもさ、美味しいけど、やっぱり手作りが一番ね。うん、他に食べれるしね。うん、今、うん、学校で結構疲れてきたので、しのこれ、1日10個食べれる。1日10個。なんかもっと無限に食べれるよみたいな感じじゃなくてね、ちゃんと数が決まってる。ということで今日はスイートポテトでした。バイバイ。では2日目に行きます。はい、学校から帰ってきておやつ2日目です。で、今日のおやつはですね、まず昨日食べたこのスイートポテトの余ったやつと、あとこちら今日のおやつは1合目です。皆さん見てください、この綺麗なテカテカのいちご飴を。で、最近ママがいちご飴を作るのにハマってくれていて、そのおかげでね、最近いちご飴を食べることができていて、すごく嬉しいです。で、いつもいちご飴作ると失敗しちゃって、すごい歯につく、なんかガチガチっていうかベトベトのいちご飴になっちゃうことが多いんですけど、なんか今日のは聞こえますか、すごいなんかいい感じのパリパリそうな感じなので、ちょっと期待できそうです。それでは、いただきます。さあ、では食べてみたいと思います。ほら、綺麗じゃない。はい、こんな感じです。いや、いいね。なんかさ、家でいちご飴食べるっていいよね。では、いただきます。うん、これは大成功。え、今までで一番美味しい。すごいパリパリ。本当？うん。嘘。歯につかない？全然。やったー。めちゃくちゃ美味しい。パリパリで、すごい美味しいです。苦くもない。本当？うん。本当、今まで一番美味しい。最高な具合のいちご飴ができました。なんかいちご飴って聞くと、原宿とかに行かないと食べれないかなって感じがするんですけど、今ね、このご時世行くのもちょっと怖いので、家でママが頑張って作ってくれてます。いや、もう今回のは本当に美味しい。やった、大成功ですね。ではゆっくり味わって食べたいと思います。本当に美味しい。以上、2日目の様子でした。はい、3日目の4時15分です。今日はなんとなんとフレンチトーストです。イエーイ。もう私すごいフレンチトースト大好きなんですけど、ママが今日は作ってくれました。もうママのフレンチトーストは美味しいんだよ。めっちゃ甘い、いい匂いするよね。はい、こんな感じです。美味しそう。メープルシロップとかチョコソースはかけずに、私たちはね、普通に砂糖をフレンチトーストの上にかけて食べてます。では、いただきます。いただきます。うん、うん、めちゃくちゃ美味しい。うん、なんかふわふわしてる。でもね、カメラの外側でママがウキウキしてます。嬉しいよね。外側で、うん、なんかふわふわ。なんかさ、やっぱさ、ママが作ってくれるものって全部美味しい。うん、ふわふわで美味しい。うん、今日最高の一日だ。
いつもおやつは4時半くらいまでに食べ終わって、そこから勉強とかして6時か6時半ぐらいに夜ご飯を食べてます。早い時は5時半くらいから食べ始める時もあります。うん、めちゃくちゃ美味しい。もう止まんない、美味しくて最高。ということで3日目のやつはフレンチトーストでした。では次の日またお会いしましょう。こんにちは、4日目です。今日はママがマックのバリスタカフェでこのマカロンを買ってきてくれたので食べたいと思います。イエーイ。これはマカロンボックスといって6つ入りらしいです。はい、こんな感じですね。ずっとマックでマカロンが売ってるの知っててすごい食べたかったんですけど、ようやくね今日初めて買いました。6個好きな味を選べるそうで、この中のマカロンは全部チョコだそうです。それでは開きます。あ、美味しそう。うわー、入ってる。すごいすごいすごい。1つ150円なのでお得な感じもします。それではいただきます。いただきます。めっちゃいい匂いするんだけど。うん、めっちゃ美味しい。うん、うん、なんか生地がすごいもちもちしてて、中に入ってるチョコも甘くてめちゃくちゃ美味しいです。はい、こんな感じで結構しっかりしてます。ということで今日のやつはマカロンでした。それではまた次の日。はい、こんにちは、5日目です。はい、今日はですね、ちょっともうちょっとさっきなんかハプニングっていうかちょっとあったのでもう開けちゃったんですけど、今日はチョコラングドシャです。このはい、このブルボンのチョコラングドシャです。おやつはね、こんな感じ、こんな感じ。おお、美味しそう。はい、いただきますっていう風にいただいちゃったんですけど、いただきました。うん、めちゃくちゃ美味しいです。なんか今日もいろいろあったんですけど、なんか今日はオンライン授業の練習みたいなのをしましたね。あとは最近体育でバスケやってるんですけど、日々寒さと戦いながら体育館でバスケしてます。めちゃくちゃ寒いんだよね、体育館に。さ、すごい巨大な暖房欲しいなって毎日思ってます。はい、ってな感じでですね、今日のっていうか5日目のおやつはこんな感じでした。こんな感じって言ってもね、チョコラングドシャとかしかないんですけど、ということでですね、今日はハピバニ家の5日間のおやつをちょっと公開してみました。本当に毎週毎週ママがスイートポテト作ってくれたりとかすごいするわけじゃなくて、たまにねスイートポテトとかママが作って家で待っててくれるって感じなので、いつもねこんな感じで買ってきてくれるお菓子を食べてます。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。